第5章、民衆蜂起の意識過程、百姓一揆の思想史的意味その2。はじめに、民衆は日常的には何よりもまず生活者なのであって、意味についての専門家ではない。だから民衆の日常意識はその労働と生活の諸過程に対応した習慣や日常的な利害の打算や、雑多な宗教的諸観念などの複合から成り立っており、この世界の全体性については、歴代の通念を曖昧に受容しているものであろう。社会体制や支配構造に関わるような諸問題は、日常の生活者からはその意味を根源的に問い返すことの難しい領域なのであって、こうした諸問題については、人々は支配の神話を曖昧に受容するとともに、異端的な意味付けへの可能性を協力的に拒まれていることを意識する以前にすでに知っているであろう。こうした事情のもとでは、たとえ民衆の現実生活にさまざまな最悪と苦痛とか存在しているとしても、人々は犯行へと恒常的に身構えているのではない。生活者としての利害と支配についての神話の需要と、異端者や犯行者となる道が協力的に阻まれている事実などが犯行不可能としており、生活者としての民衆は不可能なことを首尾一貫して追求するようなことはしないのである。百姓一揆が特定の悪役を人々の不幸と最悪の根拠たる絶対悪として除去すべく想定するとしても、そこでも右のような民衆の日常的な存在様式は全く消失するのではないだろう。しかし、民衆の生きるこの世界の全体性が、特定の悪役と放棄する集団と2つの極として、明白な善悪の二元的対抗へと構造化されると、人々の共同体的生活意識や日常的利害関心や権力への畏怖などが、こうした二元的対抗構造の中に注ぎ込まれて変容し、新たな意味合いを持つようになるだろう。こうして、例えば百姓一揆に際して村単位の参加強制がなされること、不和雷同分子も多いこと、集団的飲酒とそれに媒介された暴力行為、打ち壊しがなされることなどは、共同体的なものを基盤とした右の二元的対抗構造の成立のための不可欠の契機であったし、また成立した蜂起集団に媒介されることによって、民衆の欲求や憤激は、それが日常意識に根源を持つものでありながらも、思いがけぬほど更新され活動的なものになっていった。日常的生活者である他ない民衆が、ある限られた期間にしても、この世界の全体性を明白な善悪な二元的対抗へと構造化して捉え、自らがその一極を担って悪を除去しなければならないし、除去できるのだと確信すること、その点で不権威と威力に満ちた集団を構成するということは、最も驚くべき歴史の真実である。どのような社会もその社会はそれぞれ固有の幻想的共同性の世界として意識しており、爆発性社会においてはそれが人生社会的世界として意識されていたことが、こうした善悪二元の対抗構造成立の手がかりだとは言えよう。しかし、爆発性社会における人生とは、少数権力によって権力的、権威主義的に実現されるべきものであったから、民衆自身が善を一元的に担い、悪を除去する権威と威力とを持つという一揆の原理とは、全く相容れないものであったことは言うまでもない。かえってこの二元的対抗構造は、犯行への道を阻まれている日常の生活と意識との中から、人々が身を挺して想像するものであり、その上にまた、確実なものでも持続的なものでもなかった。むしろ民衆は日常的には犯行の不可能性のゆえに、断念や諦めや怨念の大部分を言葉にならないうちに飲み込んで意識下の世界に隠し、不可能なことは追求しない協調や順応や人事を自らの生き方としているのであろう。だが、最悪や不幸がつかみが重なるとき、積み重なるとき、こうした協調や順応や人事の表彰の底に、まだ言葉にも行動にも植栽の表現を得ない欲求や憤激が鬱屈した曖昧な何者かとして蓄積され、それがやがて明白な善悪の二元的対抗構造の中で、明快で生き生きとした意味を持つようになり、そこに活動的な戦う集団が構成されるのではあるが、それはやはり権力主義的抑圧的な社会のただ中に、日常的生活者としての存在を引きずって、かろうじて実現されていったものであった。本校の課題は、主としてこのような活動的集団が、封建的支配構造の中でどのようにして成立するものかということであり、またこの集団の集団形態や意識形態の特質を考えることである。青木浩二氏の百姓一揆総合年表には、天正18年から明治10年までの一揆として3711件が記されているが、このうち比較的大規模な暴走、暴動、打ち壊しなどが顕著になるのは、ほぼ18世紀初頭からのことである。本校では、比較的著名で資料も豊富な
こうした形態の一機に素材を求めて右のような課題に迫りたい。ところで優れた一機記録が共通して伝えているように、逆小一機の直接的原因は露骨な収奪政策による民衆生活の窮乏化にあり、そうした収奪策が強行されるならば、一機はほとんど自然史的な必然性を持って発生するものであった。その意味でいくつかの一機記録の中では、一機は自然転生の道理だとか、ゴンベイが種まきや、カラスがほじくる、百姓をせたげりゃ一機が起こるぞなどと言われた。一人貧民なれば、一国乱れる。基本、乱れして、その、末収まるもの。四国混境、天禄永絶という言葉、古典の言葉が書物に親しんだ人にはポピュラーなもので、一揆が起こる根拠と破滅的な意味と端的に教えてくれるものと考えていられていた。このような期間は一言で言えば、小農民経営の再生産の条件を破壊するような収奪策に一揆の原因を求め、小農民経営の維持再生産のための人生を求めるものだったと言えよう。このような考え方は、地方の事情をリアルに認識する目を持っていた思想家、例えば、田中久宮や元織宣長にも共通するものだった。すなわち彼らも一揆の原因を、住居ならぬほどの言外の非道に求め、よくよく耐え難きに至らざれば、このことは起こるものにあらずとしたが、そうした収奪策が取られれば、一揆は隠密などを放ってどんなに防滑策を講じても防ぎきれるものではないとされ、一旦蜂起が始まると、それは軍事力ばかりでは容易に鎮圧できないほど威力を発揮するものであり、差し当たっては小さな事件のように見えても、長い目で見れば領主権力の存亡に関わるものだと考えられた。小農民経営の再生産の条件を破壊するような露骨な収奪策の強行は、一揆の猛威によって せざるを得ないのであって、権力的抑圧策だけでは防ぎ止められない必然性と猛威との上に、一揆はこれ人間の所作のみにあらず、人為にはあらずとされたのである。一揆の必然性がそれなりに正しく洞察されるとともに、大きな過程とそれに発揮される民衆の威力とは、手に負えない不思議な世界として、彼らの具体的な認識対象から外されていると言えよう。もちろん事実問題としては、小農民経営の成り立ちを破壊するような状況があれば、どこでも必ず一揆が起こるというわけではなかったろう。近世後期には、強権的収奪の下で衰長し、高村化していった多くの村があり、飢饉の際には、全村民が虚しく死に絶えた村もあった。幕藩制社会においては、ある種の収奪の強行が広い範囲の民衆に共通の最悪をもたらし、共通の最悪を被った者としての独自の統一性が広範な民衆の中に形成されやすい条件があった。この点では、幕藩制下の民衆が日常生活において、空間的にも制度的にも領主権力から分離したまとまりを持ち、このまとまりに対応した独自の利害と表現様式と思っていたということに注意する必要がある。このまとまりとは、それぞれの領主権に規定された共通の領域経済の下で、農民たちが領主階級から空間的に分離された村に住み、村の総百姓としての法的、制度的統一性を持っているということであった。この場合の村は生活さんと生活との共同性の場であるとともに、村受け制村落として支配体制の一環を形成しており、このような村共同体の機能に対応して農民たちは、村及びその集まりとしての組合などの寄り合いとそこでの申し合いを通じて独自の利害を表現していくことができた。こうした特質が在地領主が日常的かつ全人格的に農民を支配して割拠的に君臨し、武士と農民との身分的区別も曖昧で流動的な中世社会に対するとき、極めて特徴的なものであることは言うまでもない。だが幕藩制社会においても村の総百姓としての統一的利害が存在し、それが独自の表現を取っていくとしても、その事実が直ちに百姓一揆を成立させるというのではなかった。領主に対する農民の利害が日常的には村役人の手による合法的草案などとして表現されてはいくけれども、日常の村共同体は百姓一揆に対しては抑圧的な性格を持っていた。だから幕藩制下の民衆が空間的にも領主権力から分離した村に住んで、総百姓としての統一性とそれに対応した独自の利害状況を持っていることは、
多数の民衆を蜂起に結集させる前提条件ではあったが、しかし蜂起の現実化のためには、こうした村及び村々においてある転換が生まれなければならない。この転換を具体的に明らかにすることが、蜂起の現実化と蜂起した集団の特質をするための一つの鍵だと思われる。この問題では、本校では蜂起を主導する村に即して、第1節、また蜂起の大衆的な動員過程に即して、第2節取り上げよう。そしてこうした分析を踏まえた上で、蜂起した集団における人々の欲求と奮撃の実現のされ方の特質、第3節と、幕末明治初年における新たな可能意識の展開、第4節についても観察しよう。1. 悪を想定するもの。1. すでに述べたように、百姓一揆を引き起こす直接的原因が多くの場合、小農民経営の再生産の条件を破壊する集奪策にあった。このような集奪策も、個人の恣意から生まれたというよりは、若干性社会の構造から生まれたものであったが、その渦中で一連の集奪策が選択され、その推進者が恩差の的になるというような状況が、百姓一揆の一般的な条件だった。こうした集奪策が凄まじいものであったことを知るために、低迷6年末から翌年にかけての福山藩の一揆の場合を取り上げる。この一揆の原因は、宗門型下役の子から成り上がった、宗門型下役の子から成り上がった集奪派の典型、遠藤遠蔵の家政であった。彼は特権的商業資本と結託して広範な集奪策を推進したが、8月中に総前の上納を命じて村役人を人質としてとどめ、村々へ飛脚を出して催促し、催促料を一度に2文、2文、4文とたびたび倍かけて取るとか、ひとたび2文、4文とたびたび前かけて取るとか、払い前の買い入れを強制してその代金を置き相場よりも10文目、その上、5日に5問目上がりというような凄まじいものだった。このような収奪策は、小農民経営の再生産を不可能にする性格のものであるから、農民たちの不安と温困が生まれ、怨恨が生まれ、圧力や葛藤が自然発生的に生まれていったことであろう。だが日常的な生活者としての民衆にとっては、こうした収奪策の不当性を主張する道は閉ざされており、あからさまに述べることも禁じられていた。徒党豪祖は、その要求の利費に関わらず禁圧するという抑圧的権力主義的原理のもとで、民衆は長い間定年や断念を生きてきたのであるし、有効に抗議することの不能性が、民衆の最悪と不幸との自動的な受け止め方を規定していた。このような事情のもとでは、大部分の民衆は既存の支配体制に進んで服従しているのでもないが、反抗しようと待ち構えているのでもなく、不安の最中で他にどうしようもないから服従しているのだと思われる。しかし右の事例のような露骨な収奪策を共通に被ったものとして、民衆はその最悪と不安における自動的な統一性を構成するようになってきており、緊張と反応しやすい鋭敏さが高まってきていたであろう。そのために例えば収奪者の役人が収賄や酒に主食にふけっているとか、村役人たちが非道な仕打ちを受けたとか、気候不順は支配者の悪徳のせいだとするような噂や、村の一揆の伝承や一揆を予示するような怪異談などが人々の間に広まったりしたことであろう。民衆が共通に被っている最悪によってもたらされたこうした受動的な統一性が蜂起が起こるための最初の前提であったろう。右のような状況の特質は広範な民衆の中で、温困や不満や部分的圧力などが強まってきてはいるが、民衆は支配されるものとしての受動性を失っていないということである。民衆の最悪と不幸の根拠は共通に感じられてはいるが、公然と想定して有効に除去していく筋道が明示されていない。一揆の指導者、あるいは発願人には、鬱屈した状況を突き破るものであり、そのことによって広範な民衆の活動性をその周りに結集させる一揆の核である。百姓一揆に際しては、九字の名人、九字後者の余人が闘争の方針を教えて、訴状の作成に協力したり、浪人者や芝居の役者で手習い、用を教えていた者や、駅を愛考える者などが、会場や訴状の作成に尽力する場合があった。このような人物は人々に経験的な知識を供給する民衆的知識人と言えるが、彼らも地域社会にとってよそ者である限りで、
役所一揆の指導者ではなかった。役所一揆の指導者は農民の共同体世界の内部から出現して、共同体的世界の共通の敵を想定するものであり、そのものの周りへ広範な民衆からなる活動的な集団が形成された。宝暦11年の上田藩一揆は、浦野組普請村から始まって、たちまち全上戸藩領を巻き込んだ典型的な全藩一揆である。この一揆の頭取は、普請村の組頭、浅野城と百姓半兵衛であったが、この二人は普請村の庄屋太郎兵衛と、田沢村の庄屋金次郎に頼まれて頭取を引き受けたものであり、半兵衛は胸骨を持って郷里に聞こえた男だったという。普請村は、田沢村、入奈良本村などとともに、現在の庄阿賀田郡青木村を構成しているが、興味深いことに、この青木村から5つの百姓一揆が起こっており、今でも夕立と騒動は青木からという言葉が伝承されているという。上田藩は藩別一揆件数19位で、国高を考慮すれば一揆最多発発藩の一つであるが、その中でもこの地域は上田藩における一揆最多多発地域であるとともに、宝暦11年と明治2年の2つの全藩的大一揆は、いずれもこの地域を震源地としていた。青木村は松本と上田を結ぶ脇街道に沿っているが、千曲川は西方の山間部にあって、平野部の村々に比べて土地所有規模の著しく零細な貧村であった。このような村は流通関係も含めて、藩幕制の矛盾を最も集中的に受けやすい村であり、役所一揆は山間部の貧村から起こる事例が多かった。この事例では蜂起は普請村、隣接している田沢村や、入奈良本村とも事前に協議されていたかもしれないが、における村ぐるみの決意として決定され、それ以外の村々は、普請村から始まった一揆勢によって村ごとに参加強制されるという形で、蜂起に加わったのである。普請村や入奈良本村には、おそらく他の村々とは異なる蜂起を肯定する伝統があったのであろう。この点で興味深いことは、初期の代表越祖型の闘争の指導者たちが、これらの村で、与平大臣、与平明神、新七稲荷などとして祀られるようになるのは、それらの越祖事件の遥か後の宝暦9年と明和3年であり、それはちょうど宝暦11年の第一期の前後に当たることである。またこの地域に起こった5件の一期のうち、初期の2つの越祖を除くと、宝暦11年、文化6年、そして60年を経て明治2年と、いずれも辰年に起こっていること、未年に起こっていることも、単なる偶然ではなく、一期の発願村に特有の何らかの伝承があったことを表すのではないかと考えられる。そして明治2年一揆が宝暦のそれの伝統を踏まえたものであったことは、一揆記録の村々決起の若者どもは妄想に及ばず、師団所に至るまで大いに驚き、飛び出し跳ね出し大騒ぎ、これこそ昔の騒動が今こそ見舞いに来らんと終生騒ぐもりなり、などの表現から伺われるのである。蜂起に先立って行われた組織化での実態を知ることは、性質上不可能なことである。稀には重罪を覚悟した指導者たちが、そうした方について述べている場合や、伊賀者の詳細な探索記録が残される場合もあった。明和8年の篠山藩一揆では、計画の中心は八代村の肝煎り層にあった。当時の八代村には3人の肝煎りがいたが、そのうちの二人、安家と忠兵衛が一気に1ヶ月ほど先立つ10月中旬に村人に釜止めを命じて一気を計画した。役所特命大右衛門と一左衛門も従立としてそれに参加したが、特右衛門は337国よ、村内第二、一左衛門は9局9都よ、村内第9位を所持する農民で、いずれも八代の入力農民であったろう。もう一人の肝煎り文右衛門は計画に反対したが、安家たちがかえって叱り罵り候ゆえ、致し方なく同心したという。なお、この下肝煎り層の動向とは別に、百姓利右衛門のもとへ他村からの働きかけがあったらしく、安家はそれを他村にも直訴の企み、これある趣と受け取って、そうした動向を彼らの計画の中に組み入れようとした。ところで、八代村では11月5日に村内
宮の馬場へ百姓古州お寄り合いをしており、この時点において村としての意思は決定されていたと思われる。この意思決定に基づいて主立を中心とした他村への呼びかけがなされた。すなわち安家は立ち食い村へ、一左衛門は清左衛門を連れて小野原村、今田村村、井村田村部へ、徳右衛門は喜八を連れて三冠村、大山村、長安寺村、三田村あたりへ、文衛門は作兵衛、孫太夫を連れて八神村あたりへ出かけて、同月16日、篠山城の近くの片仏河原に、豪祖のために参集すること、福心への村へは、大勢踏み込み食事いたしすべくと触れることになった。しかし、当初から一気に賛成でなかった文衛門は、この企てを、戦議なす、一同で決めたことに全く背いたのでは、怨念を受けると考え、怨恨を受けると考え、作兵衛と孫太夫に、触れ立ち候つもりにしかり、社に参りにいても、いたし帰り候ように言いつけ、自分は出かけなかった。そのため、文右衛門の担当となっていた八神村方面は、豪祖に加わらなかった。しかし、全体としては安家たちの計画通りに進展して、11月16日から18日かけて、篠山藩全域にわたる大域となり、藩側は農民の要求を全面的に受け入れることで事態を収拾した。こうしてこの一揆は、八代村の肝煎りクラスの農民の計画から、八代村の共同体としての意思決定から、他村への触れ継ぎ、参加強制として組織された。八代村では放棄を計画し、安家たちの指導性が一貫しており、一揆後の処罰も安家の資材を再興に、八代村の者が主として罰せられた。篠山藩領が比較的狭い線もあって、大部分の村は事前に計画を知らされて村としての参加の決意をしていたと思われるが、そこには利害の共通性や村としての相互依存性の上になされる参加強制の契機が働いた。大庄屋層はこうした動向を事前に知っていたらしいが、これを抑えることができず、かえって一揆勢の打ち壊しを受けた。完成8年の東道藩の一揆は、一市郡、小大和郷、旧華村を支配する大庄屋の合法的阻眼が聞き届けられず、かえって差配になるという状況のもとで起こった。一揆を差口になるというような状況のもとで起こった。一揆を計画したのは同じ大庄屋支配下の山田の村の18人の5人組頭と定雄という百姓で、彼らを中心として山田の村の共同体の意思決定として放棄が決意された。彼らのうちから5人組頭、権吉は北隣の八野へ、忠助と百姓陣営も大村の伝九郎という者のところへ、定雄は川口村へ、利八は庄へに出て、南出村、中野村、佐田村などの心安し使えし者ところへ出かけて組織活動を進めた。この場合、権吉が口利きであり、百姓定雄も口利きとは、民衆的世界における経験的知者の知識の連達者であり、地域社会での争い事などを仲介して収める説得力豊かな世間士であり、何かことが起こると人々に頼りにされるような人物である。このような人物が蜂起の準備過程で頭角を現し、先駆地を利することによって、蜂起へ向かって共同体の意思決定がなされたのである。しかし、蜂起に先立ってこのような組織活動の対象となったのは、一市郡の山中地方と呼ばれる諸村に限られていたらしく、大部分の村は蜂起の過程で、不参村や木原という参加強制を媒介として参加した。先の篠山藩の事例のように、蜂起に先立って領内の大部分の村に働きかけることは、蜂起の藩の全般的規模の一揆では不可能であり、大部分の村は蜂起の拡大過程で打ち壊しまた焼き払いという参加強制を媒介として初めて参加していった。以上の事例は百姓一揆が特定の村における蜂起の決意、最も困難な役割の引き受けから始まるものであることをよく示している。蜂起に先立つ組織過程をいくらか知り得る他の事例でも、
嘉永6年の南部藩一揆、文化11年の越後国川原岩戦、川原稲船両軍一揆、宝暦7年の越中国白旗子騒動、慶応2年の津山藩一揆、天保4年の下野国烏山領一揆などの場合に、それぞれ田野畑村、菅田村、北志村、行住村、小木須村という中心村落があり、主な指導者を出している。法規に先立って広い地域の民衆の間に災厄や不安を共有するものとしての受動的統一性が形成され、民衆の災厄と不安との根拠は地名として言えば地名であった。根拠を公然と語ることは許されず、その本当の根拠を自他に対してはっきりさせることを拒まれたまま、屈した不安の中に閉じ込められていた。このような状況の中で特定の村で法規が決定され、ある人物が頭取に選ばれたとき、その発願村と頭取は、関係地域の全民衆の共同体的依存関係の中で、困難な役割を進んで引き受けたことを意味した。その役割とは、一揆を起こしたことによる処分を自ら引き受けることと引き換えに、人々の災厄と不幸との根拠を、当該社会の公的空間に引き出して除去を迫ることである。この役割は、犠牲、とりわけ頭取の死の覚悟なしには不可能なのであるが、こうした役割を引き受ける者が出現することによって、初めて幕藩制社会の権威主義的抑圧的原理が部分的に突破され、民衆の方に公的価値と正当性が奪取された。こうした役割を一心に犠牲にして引き受けた者、頭取は、多くの民衆に成り代わって役割を引き受けたものであるがゆえに、その地域の社会関係の中である種の権威と権能を持つ、百姓一揆において参加強制がなされたのは、こうした権威と権能の上だった。こうした権威と権能を認めず、参加強制を暴力的と強制的強制と受け取った者もいたが、最悪と不安を共有している者としての民衆にとっては、こうした権威と権能とは、かえって彼らを代弁するものであり、死を覚悟した頭取へと抱かされたものであった。2. 一揆の指導者は右のような引き受けに値する人物でなければならなかった。地域社会の事情に通じた聡明な人物であり、弁舌の際と人柄からにじみ出る説得力を持った人であり、死も拷問も恐れない、激しい気性の人物でなければならないということである。一揆の指導者が激しい拷問をせせら笑って、古今無双の大胆者と並み得る武士たちを感心させたり、取り調べの役人を感心させたりしたのはその一例である。どちらかといえば、体も大きく年齢も30歳代以降で、社会的体験の豊かな人物のことが多かった。次の引用のものが典型的な指導者像そうであろうか。表人曰く、人気直し郎、今年55歳にして身の丈五尺三寸、額薄く、大髭向かう渡らずといえども、弁舌鮮やかなり、心強しなりといえども、正徳入腕にして、一度この者と話してなびかずということなし、近来稀なる癖者なり、原田平六郎は今年30歳、身の丈五尺六寸、月白厚く、大髭あり、弁舌万人に声、高く強なりといえども、世を扱うことをもととして善悪ともに強し、一騎当選と言うべし、異常部と言ってよい体、柔和であるが実は心強いこと、弁舌の際などが特徴である。善悪ともに強しとされていることにも留意したい。弘化4年の南部藩一揆の指導者、矢後兵衛について、当67歳、筋骨剣にして弁舌の百姓においては、癖者、何ほど肝太き者やらけしからぬ強悪人なりというのも類似の指導者像であろう。こうした資質の上のことではあるが、法規の指導者たちは自らの命を捨てる覚悟と引き換えに、古今無双の大胆者となるということである。一揆の指導者にとって日常的生活者としての自己を否定し死の覚悟をするということは、彼が生きている共同性の世界の全体についての責任を引き受けるものになるということであり、何が正義で悪
あり、何が悪であるかについて、彼個人についての様々な配慮や恐れを振り捨てて、自由に語る人間になるということであった。その場合に百姓一揆もその指導者も幕藩体制と異なった社会秩序を思い描くものでなかったから、彼は支配階級にとっても非支配階級にとっても、共通に承認されねばならない公的な正当性原理を要求しているのだと信じることができた。彼らは1には国のため、2には君の恩なりなり、恩ためなり。早速思い極めて激訴すべしと主張することができたし、上の恩ため下のためにを心配いたし、正直なる願い立てをしているのだと信じることができた。悪役人が実権を握り、幕藩政的人生の理念が忘れられているから、やむなく公的正当性を代表するのであり、彼は役人に対しても確信に満ちた堂々たる態度を取るのである。蜂起の渦中では一揆指導者こそ誰もが認めなければならない善人であり、その指示に従って蜂起した民衆こそ正しき市民であり、彼らを盗賊などと同じ極者につなぐのは、一興者の差別なき取り計らいであった。一揆の指導者たちが、やがて逮捕されても拷問に耐え抜き、蜂起の責任を市に引き受けてたじろうなかった理由は、基本的には右の考察から理解できると思う。近世の拷問がどんなに凄まじいものであったかは述べるまでもないことであるが、激しい拷問にあって、この間の攻めによって肩こり治り候と嘲笑する者や、拷問が諦めた役人が泣き落としに出る場合があった。寛永2年の桑織藩領一揆の指導者彦内は、拷問にかけてもかような浅はかな類似は苦しみとも存ざれば、手をと呆然と述べ、激しい拷問によって息が絶えそうになると、次に白状すると述べ、一揆の攻撃対象となった二人の悪役人について、張本人は亀山三郎左衛門、その方は土屋圭介という者にて候。この両人の命を、から、ご成敗、なるべき鹿に候と述べた。この飛行地の獄中闘争の激しさは、役人の方が君は足くや思いけんと、ついに拷問をやめてしまった。一揆の原因が支配階級の責任にあることを呆然と述べることは、大きな一揆指導者の獄中闘争に見られることで、鴨の総立ちの達造が、お旗元では、ありを取り立て、亡き者を倒しても、ご慈悲もござらずと、あまり必要の伸び首締める、もど首締める者は、間には浮き目に合わねば、黄泉の触りになりまする、と述べ、怒る役人に向かって、はい、上が歪むと下はなお歪みますと述べるのも同じような事例である。慶応2年の大阪の打ち壊しの際には、逮捕された者たちが、達当人を吟味する役人に対して、徴収征伐のために、正解している将軍を指して、その発当人と申すは、当五条内の、五条内のうちに、おいで、あらさる候の間、手がつけられず申し、ありさまであったというのも、将軍さえ同じようにして批判されるものだったということを物語っている。彼らは身は捕らえられて激しい拷問さえ受けているが、実はその上にかえって死の決意と引き換えになされた公的正義の引き受けにおいて、何が悪で正義であるかをはばからず率直に語るのであり、その意味で彼らこそが封建的圧の的抑圧の真っ只中で最も自由な人間となるのであった。だが右のような一揆指導者の自由において彼の主張は正しければ、彼が釈放されるとかふさわしい処遇を受けるというのではなかった。幕藩体制においては、一面では人生というような支配階級も非支配派階級も共に承認する通りが実現されなければならないとされているのであるが、他面では領主の権力意志の方がそうした通りに優先していた。武家諸法度が法をもって理を破る、理をもって法を破らざるというのは、この意味であって領主権力の意志、法が理に優先したのである。領主権力に立てつくということ自体が悪であって、その内容に以下に道理があっても、いや、むしろ道理が明快であればあるほど、彼は厳罰に処せられなければならないのであった。そして道理の以下にかかわらず、領主に立てついてはならないし、無駄なものだと多かれ少なかれ考えている民衆の中で、あえて立てつく一揆指導者の立場は、決して容易なものでも安定したものでもなかった。
一揆の指導者に無双の強情者たちが迎えられる場合があったというのは、右のような観点から見て興味深い事実である。安政6年の信州南山一揆は、はじめ南山36ヶ村の一致した合法的祖願として展開し、未だ下組の庄屋クラスに属する小木曽猪兵衛がその指導者であった。この猪兵衛も異端的な儒者松尾教庵に学び、若い頃江戸に入学した経験を持ち、桜宗五郎を崇敬して後に総合神社を作ったような人物であったが、彼は蜂起の局面の頭取として当時は村を離れていた万助を呼び寄せた。万助は南山三十六ヶ村の一つ米川村のもので、若い頃から博打を打ち、村内で争い事を起こし、米川村から市会役所へ訴えられたような人物であり、零落し村におれなくなって、当時は昭和型郡和田宿に住んでいた。彼は経数観念に乏しく、真面目に働くより博打争い事が好きな村落秩序からの脱落者で、生馬の目を抜くという無双の強情者であった。万助がこのような人物であったから、米川村の村役人は万助を頭取にすることに反対したが、猪兵衛は今まで一揆の頭領になって処刑されなかったものはない。万助は気の毒だが死罪になるだろう。そうしたら地元の村役の方々の迷惑にならないだろうと説得したという。こうして万助は自分は 無高で、この闘争からどんな利益を受けるわけでもなく、また十数年他号にあって地域の実情もよく知らないのに、蜂起の頭取となった。蜂起の局面のもう一人の頭取だった松尾純左衛門も、強情わがまま、一旦思い詰めたることを後をやる引かぬという気象の人物だった。猪兵衛はこの二人の近くに一本刀を刺した腹心の者を配し、彼らが行き過ぎた行動を取らないように配慮したという。なお、万助はこの一揆が勝利に終わった後、一揆の成果を小作人層にも禁挙させることを要求して、狛江騒動を起こそうとして失敗し、永久牢に処された。許されて出獄したのは明治3年、75歳の時であった。こうして万助は蜂起以前において無尊な秩序からの脱落者であり、嫌われ者であると同時に蜂起の後でもそうだった。蜂起の家中でこそ無双の強情者として聞こえた彼は、期待を集めたが、日常の生活の中では、無頼のものと見られていた。近世後期から明治初年にかけての一揆では、博打打ちなどの地域社会の周知のならず者が頭取になる場合が多かったが、万助もそうした人物の一人だった。南山一揆の場合は、長期にわたる多様な闘争の中のごく一部にあたる蜂起の局面については、万助らが頭取に担がれたが、闘争の全過程では、猪兵衛ら庄屋層の指導性が一貫していた。この闘争そのものは地域社会の人々にとって記念すべき事件であったから、闘争が勝利すると闘争の記録が侵納され、年々相互大名人の縁日に再会することを庄屋たちの寄り合いで決めたり、闘争の費用を高割りで関係の村々から集めたりした。そうした一揆後の情勢は村役人たちを中核にした規制的な村落秩序なのであって、一命を投げ出して犠牲になったはずの万助は、しかるべき位置を占めることができなかった。彼は彼を締め出している秩序に反抗して狛江騒動を起こすが、結果はやはり万助はわがまま者なのだという地域社会の評価を再確認することになり、彼は永久牢に処せられた。それでも無双の強情者である彼は屈服の素振りも見せず、いかにもつつない誤字脱字ばかりの手紙を書いて、自分が出獄できないのは米川村の村役人たちが反対しているからだと訴え、そんなことでは村方へ難題を申しかけざるを得ないと言い、我とても牢を抜けることなどは意図やすく候ろうと強がって見せるのである。彼は自分を削り崩すのほどのものに思いなして一命を捨てる覚悟をして一揆の頭取になったのだが、そうした覚悟をしたものとして言い分もあるのだ。それをどのように言い表せれば地域社会で正当化されるのかは明らかではなく、生き血を流すような報復への思いに駆られたりするのだが、結局のところは人々のために一命を投げ出したはずの彼が、嫌われ者でありならず者であるしかないという状況を突破することができないのである。百姓一揆の指導者たちがその闘争の後で、彼らの自己犠牲にふさわしく崇敬を受けるものだとすれば、
一揆の歴史は地域社会の変革的伝統となって継承されるはずであり、そうなれば一揆指導者の先に述べたような自由な師範精神も地域社会に受け継がれるはずのものである。しかし一揆の後では日常的な生活者としての民衆がその配置、記憶をかえって禁忌する場合も少なくなかったと思われる。とりわけ一揆が暴力的に鎮圧され指導者などが厳しく探索されているような情勢の下では、一揆にもともと好意的でなかった村役人層が一揆を嫌悪するだけでなく、一般の民衆にとっても一揆の記憶は忌まわしく忘れされたいものであり、これ以上の関わり合いを避けたい過去であったとしても不思議ではない。一揆の指導者たちがその直後に村八分になった事例も、世直し的な一揆ではそれほど不思議なことではなく、直訴の中心人物が村人によって先荒れて殺された事例も、非合法の闘争への人々の恐怖を表しているだろう。また全体の状況が農民の側に不利になっていけば、弾圧にさらされる八頭村では、もっと悲惨な状態が避けられなかったであろう。享保11年の美政国津山藩の山中一揆は、頭取徳右衛門が百姓に十分な利があっても一揆は起こすな、と悲痛な遺言を残した一揆であり、80人上る農民が死罪に処せられたが、そのうちの20人が、マニア郡西目部村のものだったという。こうした事実は、この村の人々の心に深くて長い傷跡を残したと思われ、処刑者の多かったタブ部落について、享保一揆の犠牲者を多く出したためか、タブの部落の人たちは、最近まで性格が他村に比べて意固地だと言われてきた、と報告がある。一揆の中核となった村にこうした悲惨な状況があったとすれば、それ以外の大部分の村では、人々が一揆に参加したのは強制されてやむを得ずのことだったという弁解が、自分に対しても他人に対しても重要な意味を持ったことであろう。処刑された一揆の指導者が怨霊となる場合が多かったことも、一揆のめぐる人々の内的葛藤を表すものとして注意すべきだと思う。一揆の指導者は、彼個人としては死を決意した者として指導者になったのであって、処刑に際しても彼個人の遺失を残すことはなかったと言っておい、未練がなく放胆であるのが彼の活動を支える教授であった。彼は発起の発願人となるとき、死罪という結末を知り尽くしていたのであって、私一人を安咲きになろうとも、と述べて、罪を一身に引き受ける場合が多かった。死についてのこの淡白な潔さを支えるものは仏教、浄土教系の信仰だったらしい。右の私一人を安咲きにせよと述べる、延享4年の神山藩一揆の頭取、二代門の最後の境地は、手錠の手に数珠をかけ、念仏を怠らず日を暮らし、誠に鬼の念仏というものであり、宝暦11年の上田藩一揆の頭取半兵衛と浅野城の最後の境地も、その時世か、長生きは芝生下げ置き、今日は早、浮世の月を春のあけぼの、ついに行く、巣は西の空なれど、先かけて道し調べせん、というようなものであったらしい。何の根拠もなく飯山騒動の指導者に仕立て上げられた西原久兵衛が、哀切な別離の情を述べるのも、浄土教系の仏教信仰に支えられていることであった。近世の仏教は一向一揆と不従不正派の敗退以来、政治的批判精神を失って、人々に定年と人事を説く者へと後退したのではあるが、こうした極限的な状況の下での心の拠り所となるところで、幕藩権力の手に及ばない民衆の心の世界を構成する上に大きな役割を果たしたものと考えられる。だが一揆指導者は彼の生命を代償としてなされた戦いが報いられない場合には、彼は戦い神となって最悪をもたらすとされた。例えば、帝京3年の松本藩豪祖の指導者たたく、かすけは処刑されたが、目的は達せられなかった。カスケの怨霊が領主水野家にたたり、水野家は改易されたという。寛永2年の
桑織藩領の一揆の指導者彦内の怨霊は悪政の代官神山三郎兵衛にたたり神山を悶絶死させた。延享2年の武蔵国新井宿の越祖で処刑された六人衆の怨霊は密告した者の家と領主木村家にたたり、それらの家では事故死や片物が絶えなかった。農民の怨霊がネズミとなって藩主を噛み殺す場合もあった。一揆の音で指導者が処刑され、その闘争が敗北に終わった場合にさえ、民衆はこうした怨霊譚を育むことで闘争の一端を継承し、悪政を批判して封建的善政を要求し続けることができたと言えよう。しかし処刑された一揆の指導者が怨霊になるのは、暴政を行った領主に限り立たる場合だけではなかった。一心に捧げて尽くした指導者が供養されなかった場合には、地域社会にたたって最悪をもたらした。天明2年の淡路島の一揆の指導者西蔵は、捕らえられて貼り付けになったが、村人は関わり合いを恐れて供養を怠ったので、西蔵の怨念は西蔵虫という稲の虫となって人々を悩ませた。だが村人が西蔵地蔵を作ってそれを供養すると、たたりはなくなり、西蔵地蔵は虫除けの地蔵として近隣の村々から信仰されるようになった。処刑された一揆の指導者がその処刑の翌日から祀られる場合もあったが、義民伝承はしばしば西蔵地蔵の場合とよく似たもので、はじめはたたる怨霊であったものが祀られて農作や病気直しの腹心となるというパターンのものである。処刑された一揆の指導者は、一揆後の地域社会の人々にとって、感謝し崇敬しなければならない対象であるとともに、関わりたくないタブーであった。こうした民衆の曖昧さが、一揆指導者の自己犠牲にふさわしく供養されないがゆえに祟り者としての怨霊を生み出したのであろう。そして一揆をかなりの年月を経て供養されたとき、この曖昧さを解消して一揆指導者は、公的な正義に準じた者としての地位を回復するのである。処刑された一揆指導者が怨霊となる事例の多いことは、その生命と危険に想定した公的な正義が、一揆の解体後にも何らかの形で生き続けたことを意味している。そうした正義が処刑された指導者の怨霊という特殊な形を通して主張されることは、社会的現実とそうした正義の間に大きな葛藤があり、民衆は無力な自動性においてこの葛藤にさらされていることを意味している。このように考えるなら、一揆指導者が怨霊となる場合が多いことは、一揆指導者が想定した公的な正義が彼の生命と危険にかろうじて提示され続けてはいるが、公然としたものにも安定したものにもなっていないことを物語っていると言えよう。放棄直後の民衆にとっては、処刑された一揆の指導者は、彼らに放棄という危険な実践を持ちかけ、現実の抑圧状況をもたらした根源でもあるし、彼の処刑と引き換えに人々はかろうじて処罰を免れたのである。ところが一揆が地域社会の過去の事件の一つとされる時期が来れば、現実の民衆に対して放棄という危険な賭けを迫るものでもなく、結果としての厳しい抑圧状況にさらすものでもなくなって、義民となる。こうして一揆指導者の異質から毒気と危険物が除かれ、支配階級からも非支配階級からも祀られ、地域の守護神となることができる。どのような民衆闘争にもその指導者の犠牲が伴うとはいえ、近世の百姓一揆においては、要求が入れられた場合も含めて、頭取の処刑が確実に予定されたものであったことは、奇妙なことである。頭取の処刑と悪政の停止が引き換えになっており、権力が特定の悪役を除き悪政を停止するという妥協と、一揆指導者の処刑という権力支配の貫徹を抱き合わせて、規制の支配体制を維持するのである。一揆がその指導者を処刑しないことを要求する場合は多かったし、大した処分が行われない場合もあったが、一揆指導者が自らの死について潔いことが成立するための重要な契機であったことは確かだと思う。死んだ一揆指導者が怨霊となるのは、彼個人の死を恨んだからではなく、犠牲にもかかわらず悪政が廃止されなかった場合や、犠牲にふさわしく地域の民衆に祀られなかった場合や、処分が彼個人を超えて幼い子供などの処刑に及んで子孫が滅亡するような場合、宗五郎伝説などであった。彼個人は死を確実に予定されたものとして何者も恐れない自由闊達さで悪を糾弾したのだったが、一揆が終わり彼が死ぬと、地域社会には
爆発性社会の権力主義的抑圧的原理が戻ってきて、怨霊譚を後に残して、そうした自由は失われるのである。こうした死と引き換えの自由の意味を考えてみると、権力に反抗すること、特に暴力的に反抗することは、禁じられたことであり、良くないことなのだ。しかし、こうした禁制を犯しても、糾弾しなければならない、よりひどい悪があるから、そうした禁制を犯すことも非常手段としてはやむを得ないだ、というシーンがあるように思われる。このようなシーンは一揆そのもの、特にその大衆的バンダリズムを正当化していくことの困難さを表現しているのであって、自らの死という代償を払った指導者の自己犠牲的行為の方をかろうじて正当化していくものだと思われる。百姓一揆の伝統が日常的な民衆意識においては、大衆的暴動の伝統として伝承され内面化されるよりは、処刑された指導者についての義民譚として伝承されるのは、右のような事情のためである。そして処刑された指導者でさえ一揆の直後には、地域社会の公認の義民となりにくかったことは、幕藩政下の抑圧的状況の一つの表現だったが、百姓一揆のというものの全体性の中から、義民譚が生み出されて、それだけが伝承されるとき、百姓一揆の伝統から毒気とラディカルリズムとか抜き取られ、マルチルドムの伝統として、やがて福沢からさえ商用を受けるようなものになってしまうのである。2. 結種様式。1. すでに述べたように百姓一揆の参加は村を単位としてなされた。そして近世の村は領主階級から空間的に分離された農民だけの共同体であり、そこで農民たちの独自の寄り合い、申し合いがなされるものであった。近世の村のこのような性質はそれ自身ですでに徒党化の契機と言えるようなものであったとも言えるものであったが、他方では村は徒党合奏への禁制を厳しく内面化しているものでもあった。このような村が放棄へと進むためには、そこに様々な圧力や逡巡、またその克服があったことであろう。その際、闘争へと決断しようとしている共同体の内部に反対者がいる場合には、共同体的規制による参加強制がなされた。このため村の中では、闘争に反対する村役人が、かえって叱り罵られて同意させられる場合や、打ち壊し、放火なので反対派が威嚇される場合もあった。村中に一人でも収納できないものがあるときは、闘争に加わらなかったものより、余り米を借るべくとか、そのものどもの田畑奪取などとされる場合もあった。共同体の内部で、厳しい制裁手段が取られようとしているのである。また、村付き合い、闘争に反対する百姓代を、その百姓代、徒党に加わらない者に、そんな付き合いを外しべき申すと呼ぶする場合もあった。村一部が共同体的共生手段として重要だったのである。こうした共同体的共生がより広い地域社会で展開される場合もあった。安政6年の信州南山駅の中心になったのは、今田村下組であったが、はじめは今田村の中でも、上組は村一致この男児、難しきとして参加を断った。下組と中組から上組の村役人に対して、これまでは一致して行動してきたのに、今回参加しないというのは何かあるのかと脅し気味の態度で説得がなされた。同意しないと見るや、上組が請願に加わらなかったのは、新海の電池があって、格別払いよろしきことゆえだと役所で訴えると脅した。上組は闘争に参加することになった。今田村は上中下3組からなり、3組はそれぞれに庄屋を持った大きな組で、今田村はむしろこの3組の組合尊的性格を持っていたと思われるが、右に述べた事例では、組共同体的相互間に強制が与えられたわけである。この闘争をはじめ庄屋村の主導権のもとに、南山郷全村の合法的請願闘争として展開した。南山郷36カ村のうち、
平野村の庄屋平野庄左衛門は代官と結びついた米商人で、この闘争の主要な闘争目標の一つである国大、ね、直団の釣り上げに関与していた。そのため平野村だけは闘争に参加しなかったのであるが、そのことを憤った井上兵衛たちは庄左衛門に対して、親戚や息子などを通じて様々な圧力が加えられた結果、ついに庄左衛門は息子から詫び書が南山35画家村村役人募集中へ提出され、平野村も闘争に加わることになった。この闘争が36画家村の一致した行動であり、闘争資金を高割りで集めるなど、厳密な計画性に基づいて展開したのは、闘争の中心が庄屋村に指導された合法的阻害に置かれたからであるが、そのような場合にも、地域の村々の間で共同体的共生の果たす役割が重要だった。闘争に加わらないことは人情に欠けたることであり、不実意であった。参加する者は犠牲を払って地域社会の利益を守る者なのだから、その地域社会の利益を代表する役割を受けたのであり、強制手段をもって反対派を威嚇することにも法的な正当性があるわけだ。しかし右の事例で庄屋層に闘争の主導権があるのは、それが合法的阻害だったからであり、豪祖暴動型の闘争では庄屋層一般が闘争の担い手になることはほとんどなかった。右の事例でも闘争が大衆的豪祖へ発展すると、庄屋たちは放棄した民衆に差し添えとしてついて行き、なんとかうまく収集しようと努力するのである。打ち壊しや焼き払いで強制された庄屋名主が、村中に触れ出し、人足差し出しするような事例は一般的に見られたが、庄屋層が豪祖や暴動に積極的に参加するとすれば、前節で乗って述べたような特定の発願村においてのみ見られる事態であった。大部分の村では豪祖暴動型の闘争への参加は強制されたものか、狛江たちの寄り合いで決められたものだった。文政4年の上州、那覇郡、東善用寺村では、東洋善寺村では、名主、林八右衛門が村を左翼の立場から年貢減免に必死に奔走している間に、他の村人たちは江戸へ暴走しようとする他村からの誘惑、申し立てを受けて、組頭、久米右衛門のところで協議し、結局同志の引き合いなれば、行かずんば後にて面倒になるべしと、草履きにて出た。このことは八右衛門に知らせるものがあり、彼は急いで村民の説得に向かい、願書の提出を引き受けることで村人を毀損させた。慶応4年の小豆島の打ち壊しでは、参加の可否は、狛江一同寄り合いで決められた。庄屋層と一般村民は豪祖暴動への参加の可否について異なった立場にあり、放棄する民衆は庄屋層とは別に彼らだけの集会を持った。このように特定の村やある範囲の村々で闘争の決意が固められていったが、百姓一揆において数千数万の民衆が一挙に結集してきた直接の根拠は、広い範囲にわたって村単位の参加強制がなされたからであった。そうした参加強制の一般的形式は放棄に際して、天狗会場、ワルダ会場などと呼ばれる村継ぎの会場が回され、村々の参加を強要するものであった。この一揆への参加は、村を単位とするものであることが自明の前提とされており、強制手段は焼き込みである。ワラダ会場というのは、ワラダ、つまり、ワラ製の円座のような形の円の周りに参加村名を書くもので、一揆の結集様式が村単位のものであったことをよく示すものである。打ち壊しの際の会場や張り紙は極めて稚拙なものである場合も見られるが、それでもその結集様式は村単位の参加強制によるものだった。強制手段は焼き払い打ち壊しが通例であるが、村に不参加者を撃ち殺すとか、食人を強要して滞留薬家に預かるとする場合もあった。会場は庄屋名主のもとへ送られるのであるから、その意味では既存の村落組織を利用して村ぐるみの動員が行われたのである。しかしこのような場合に参加を強要された村々の庄屋名主などが積極的に放棄に呼応することはありえず、彼はできることなら、
参加を押しとどめようとしたものと考えられる。実際には不参加の村があると多数の農民が押しかけて、庄屋、名主の家を打ち壊したのであり、それらの村も蜂起に参加していった。資料の文面からは、焼き払いや打ち壊しは不参加村の全体に向けられたもののように読み取れるが、実際には庄屋、名主などが打ち壊されており、庄屋、名主の打ち壊しが始まると、その村はたちまち一気に参加するのが通例であった。庄屋名主層は村人の一気参加についてやがて責任を問われる立場にあったので、彼らはできることなら村に村人の蜂起への参加を押しとどめようとした。だから村役人たちが時期において取締り方もあるべかる義と考える場合や、一期前の参加強制によってやむを得ず村人を参加させる場合も、後々面倒だと言いくるめたりした。参加強制された場合の対応策として、一旦参加した村人が逃げた場合もあった。また、狛江の者が家潰しを恐れて参加しようとするが、村役人がこれを抑えて蜂起に加わらない場合もあった。このような村は、一揆の後で支配者から表彰されることも少なくなかった。だが会場が村役人のところへもたらされると、打ち壊しや焼き払いを恐れて彼らが参加した場合もあった。慶応2年の津山藩の一揆では、一揆勢が津山の町へ入ると、3、4人の者が先導して、出たか、出ぬと、めぐぞと叫び回り、打ち壊しを恐れた町屋では、下男などに身を着せて、一揆に参加するふりをさせて、戸外に立たせておいた。一揆勢の中にはこのように強制されてやむなく参加した者も含まれていたのであり、途中で逃げ帰る者もいた。そのため一揆勢も、皆抜け帰り候は打ち払だとして、改めて打ち壊しをかける場合や、あらかじめ駆け引きをすることもあった。強制されて参加した者や不和雷動な者もいたことは、かえって蜂起した集団が、蜂起の渦中ではその地域社会において圧倒的な権威と威力等を用いたことを物語るものだと思われる。参加強制されたことをもって人々は不調部署を参加した証拠とすることはできない。参加強制はまず人々の蜂起を阻んでいる直接の規制力である庄屋などに向けられていて、彼らの村共同体への規制力を外から除去してくれるものだった。さらに一揆勢が押し寄せることは一揆がその地域の多勢となっており、一揆に参加することがその地域全体の共同体的結びつきからしても当然であるような情勢になったことを物語っていた。そして人々は参加強制されることによって、蜂起に参加することの責任の大半を他へ預けることができるのであり、事実一揆の後で役人などから究明された場合に、強制されてやむを得ず参加したものだという弁明がなされた。こうして一揆に参加した大多数の人々は、その参加の責任を、第一は強制された事実に、第二には一揆への参加が多勢であった事実に、第三には村共同体に帰することができ、個人として責任を取る次元はほとんどないのであった。したがって参加強制とは人々が容易に一気に参加していくための方式であった。そのためしばしばこうした強制必要性は待ち望まれており、参加強制を受けた人々は、渡りに船と互いに差し引きして、軍家のごとく集まった。この場合、強制とは人々の蜂起への願望や意欲に弾みをつけてくれる媒介性のことであった。強制は訪れた好機であり、人々の期待であった。蜂起した民衆の中に、強制に媒介されたものが多かったことをもって、主体性の欠如を言う人があるとすれば、近代人の偏見だとしなければならない。近世の民衆の能動性や受動性の圧倒的部分は、共同体的規制の媒介の中に生きているのであって、強制に媒介されることは彼らの能動性と活動性の具体的な存在形態であったろう。蜂起した民衆は身の傘をつけ、荷俵を背負い、鎌、クワ、飛び口、棒などを持ち、ボラ貝を吹き、大名をかざして、村ごとごとに組を作って行動した。滝やり鉄砲などの武器を携帯することもあったが、これらの武器が重要な意味を持つのは明治初年の闘争においてであった。滝やりや鉄砲は一揆を鎮圧する側が用いたもので、闘争の激化とともに農民の側でも使用するようになったとのだと言えよう。近世の一揆では人を傷害する道具は持たないことが多く、打ち壊しのための道具として、崩し道具、28巻目の鉄条、滑車などを持つ場合が多かった。また、
クワへ鎌を持って城下へ入るなという役人に対して、百姓ども声声に百姓の道具は鎌倉より他になし、田畑に出ようが、五条下に出ようが、片時も話はせじと、とか、二だわりに五百姓方の魂という象徴的な意味をもたらされる場合が多かったことが、放棄した民衆の農民的共同体の理念の表現として興味がある。組織形態が村を単位としていたのは、参加要請と動員が村単位でなされたことからも当然であるが、都市でも一丁前に集まり、一丁ごとに集まり、町名を記したりいう紙旗をも押し立て行動した。寛永2年の桑折り幕僚一揆の場合に5人を1組とし、5組25人に小頭を置き、125人に大頭を置き、625人に一体としたのは、整いすぎて事実とは異なるであろう。組織統制の手段として総名を記した小旗を立てたり、提灯に村ごとの目印をつけたりする場合もあった。村を単位とした一揆勢の中核には必ず指導部があり、村を単位とした一揆勢はこの指導部の統制下にあった。こうした組織性の最も明瞭に伺われる寛永6年の南部藩一揆の場合、小丸という記された大旗を持った本陣組があり、それは4人の城総族のものと、城たすき、赤たすきをつけて約50名のものと、兵人1000人ほどからなり、他の人々は人数の多少にかかわらず、一層一組にまとめられ、この中核部隊の指令によって行動した。天明6年の福山藩一揆でも、上八の在郷百姓とも見えぬ10人ばかりの指導者があり、慶応2年の陳達一揆でも、甲冑を着、陣羽織をつけた20人ばかりの頭元があって、人々は彼らの指令によって村ごとにまとまって行動した。こうした指導部を構成したのは多くは八頭村の人々であり、幕末維新期の世直し一揆では、しばしば八頭となった薬膳仲間であったと思われる。一揆の発展過程で指導者たちはしばしば超人的な能力を持った人物であるかのように表彰されていき、そうした風文が形成されていった。明和5年の伝馬騒動の指導者が、あれは実は山形有友だったとされたのは、山形大部、明和4年に捕らえられただったとされたのは、一揆後にかなり事実を得て成立した風文であろうが、身の丈6尺4、5寸ばかりありて、頭に毛うなり帽子をかぶり、八つの字一つもんつきたり、黒ちりめんの羽織を着、冠石を履き、大きな波ぼこりを携え、一日のうちにところどころ方々にあること、一心分体と見えるような一人が一挙組織したとされるような場合もあった。民衆は一揆の指導者を超人的カリスマに押し上げていくことに、このしたカリスマ性に媒介されて自分を日常の支配秩序から分離していくのであった。右の偉人についての記述がすぐ引き続いて、表記そのものを、神変われなればこそ、いかでか人間技になるべきことにあらずとしているのも、そうした異能を表現したことであるものであろう。一揆の指導者が城装束、甲冑、陣羽織などに一掃するという事実も、カリスマ化と日常の秩序からの脱出を象徴するものであろう。指導者の一層は世直し的な性格の一揆に顕著なもので、慶応2年の村山騒動では3人の当分の者がいずれも陣笠鉢鉢巻等いたし、白たすき小バカマ等にいて首に傷をかけていたし、同年の武将一揆でも当分と申し候はおよそ30人ほど命名真綿を頭上にかぶり、その上に赤根も面に両鉢巻いたしていた。明治2年の円柱の盆取り騒動では、農民たちは指導者忠次郎をカゴに乗せ、忠次郎大名人と記した旗を立てて行動した。城装束、数珠、何々大名人などと称されることが、死の決意を意味したこと。死の決意を集団の核において民衆の非日常的な激しい高揚が展開するということが理解されよう。
一期の指導者の周りには活動的な中核部隊があった。中心は八頭村や周辺の村の若者組だったように思われる。一期の指導者は30歳代以上の経験に富んだ人物であるのが通例であったが、手足となって一期の活動的な要素を構成したものとしては若者組のが重要だったことは格言できよう。別動隊を作って不意打ちに備えたり、村々へ動員強制に赴いたり、打ち壊しの先頭に立ったりした。明治5年の宮崎県佐渡原の一期で、赤旗の隊と称する競争組があって、宿民第一の精兵だったというのも、有事の事例であろう。一期に参加する者は原則として青年男子であった。年齢が明示される場合には、必ず15歳以上60歳以下の男であり、同年年齢帯の男の全員もしくは1個に1名が動員された。嘉永6年の南部藩一期の際には、ご苦労の者は または妖虐女子、稚児も加わっていたというのは、この一期が仙台領への倒産的性格を持っていたからであろう。一期の指導者が女性だったという事例はおそらく史実ではなかろう。しかし都市部での打ち壊しでは女や子供が重要な役割を果たす場合が多かった。慶応2年と江戸と大阪の打ち壊しなどがそうである。江戸の打ち壊しでは老若男女の無差別だったという。江戸ではこの年5月と9月に打ち壊しがあり、後者と一連のものとして上のあたりで通りかかった偉人に石を投げ、護衛の者と乱闘する事件があったが、その死体も女子供だった。この年の大阪の打ち壊しでも、風呂敷またはフックロー家持参の男女、小に、不差別なく、花肌式参加が見られた。江戸大阪の打ち壊しは農村部のそれとはやや性格を異にし、労働というよりはむしろ貧民たちによる食物の供養という性質のものであったために、女子供も重要な役割を果たしたのであろう。また女や子供であれば捕まえられても重い処罰を受けないだろうという配慮もあっただろう。安政5年の金沢藩では金沢をはじめ各町各町で、米下陶器に耐えかねた貧民の闘争があったが、中心は女たちで立ってあったらしく、夜ごとに女たちが泣きやめき、男女ともども、島屋並びに文言家の戸叩きあるいは打ち破った。明治11年の富山早見郡北条潰し木あたりでも、女性を主と主とした米下引き裂きの闘争があった。後年の米騒動女房一揆は、近世末明治初年の闘争の伝統に立つものだったのである。農村部で女や子供が蜂起に参加することはありえなかったと思われるが、後半の飢えた貧民の女や子供による支持は、世直し一揆の重要な条件だった。世直し一揆は豪農省に激しい打ち壊しをかけて、穀物や金銭を撒き散らしたが、その際そこへ貧民の女子供が集まってきて、打ち散らした穀物や金銭などを拾う場合がしばしば見られ、一揆勢が女子供へ渡す場合もあった。世直し一揆はもともと休眠、助け合いのためのものであり、飢えた貧しい女子供たちにとっては、恐ろしいものではなかった。彼らは一揆勢に期待したのであって、一揆勢の方でも、当たりの貧権を持ち運びて慰むこと、忠実なりという場合さえあった。世直し一揆がそれに参加していない民衆からも支持された直接の理由は、穀物の安売りを強制したこと、撒き散らした金銭、穀物など、貧民が自由に拾うことができたことにあったろうが、根本的にはそれが民衆の願望を体現した世直しだったからであろう。2、以上の記述は、蜂起した集団の中には強制されて参加した者や、村共同体の一員として随行してきた者に過ぎない者や、府が来道的に参加した者などが極めて多く含まれていたことを示している。しかし、蜂起した集団についての最も重要な真実は、蜂起した集団の右のような性質にもかかわらず、それが思いがけないほどの激しい活動性を発揮するものだったということである。蜂起した集団の活動性はまず数千数万の民衆の素早い集結において示された。その様子は例えば、この時の参加不思議なり、平日ところにて遭難のために、50人70人の寄り合いにも何やら角やら申し、何やら角やら申し立て、不参もの
負担もの必ずありものなり。しかし、この度は、遅滞不散なく、国限決め、甚だしき数、人数集まることいかになることか。天魔の所意ならんぞ。とか、ふぐ、病人、病人を除いてその他は、老若ともに、ことごとく出て寄り集まるけりとかや。というようなものだった。二つの引用とも、天魔の仕業と述べているのは、偶然のうちではなく、比喩でもなかった。蜂起集団が構成され始めるや否や、日常的な生活者としての民衆からは想像もできないような活動性が湧出してきて、民衆自身も含めて、誰も自由に討議をできない集団が成立するのであった。このような活動性のように、天魔、天狗などの仕業と表現されることが多かった。放棄した集団の威力と活動性は、鎮圧に向かった役人に対しても、豪農商に対する打ち壊しに対しても発揮された。人々は役人たちを罵り、どって笑い、増減、加減し、鉄砲も当たらない、この城を攻め落とすのも容易だなどと述べた。人々は活気に満ちて明るく、放棄した集団の威力は、地域社会を圧倒した。注意すべきことは、このような活動性を発揮するのは、放棄した集団の全体としての特徴なのであって、その中には強制されて参加した者や、不和雷動的に参加した者も含まれていた。参加のきっかけや強制であっても、集団と一体となるとき、思いがけるほどの高揚を味わい、一気の権威と威力を自らのものとしてきた。名も知らぬ英雄が登場するのも、こうした高揚の一環としてあった。鎮圧に向かった武士団と一騎勢の対決が緊迫したものになった場合に、一騎勢の中から無名の英雄が登場して重要な役割を果たしたことが注目される。命知らずの英雄が出現することが集団の士気を高揚させ、一騎勢を立て直したのであり、役人たちは命からがら逃げ出す場合が多かった。こうした英雄には血気の若者が多く、凄まじい闘魂を発揮するのが通例だった。こうした英雄が初めから放棄した集団の中核を成していた人々の一人であったのか、後から参加してきたのはわからない。こうした英雄の誕生は放棄集団そのものの英雄化に他ならなかった。人々は放棄した集団としての我々にこそ権威と威力があるのだと信じ、鉄砲も当たらない、鎮圧の反兵も恐れるに当たらないと信じることができた。一騎が集団として規律を持っていたことも、集団としてのこうした効用の一環として把握すべきものである。すでに述べたように百姓一揆は、民衆の生きる幻想的共同体の世界の相対性の中から、民衆の最悪と不幸との根拠を特定の悪役として想定し、それを除去しようとするものであった。もともと幕藩権力の役割であって、民衆はそうした役割を果たしていくものとしての幕藩権力へと恩来していたはずだが、民衆はその役割を自ら引き受けるのであり、自らをその引き受けに値するものへと変容させるのである。そのような変容を個々の民衆が自覚しているとか、遂行しているとかいうのではない。放棄した集団の一員となることによって、集団の右のような引き受けを自らの引き受けとするのであり、日常の生活者としての生き方が超えられてしまう。腕力を誇るとか、大暴れ者であるとか、強情者であるとかいう個人の資質も、放棄の集団の役割と活動性の具体的な契機となって、新しい意味を持つようになるだろう。無名の英雄が現れるとか、盗みについての厳しい規律が集団の規範になるとか、人々が役人たちに対して増減加減し交渉するなどという事実も、集団の役割と活動性の人々の一体化の現れであった。個々人は放棄した集団の中に溶融して、共同的人格とでも言うべきものを構成し、集団の権威と威力と日常性から激しく転換した自らの思いがけない可能性として生きるのである。こうした高揚のマキシマムにおいて役所ほど強き者はあらち、正気が悪しくば年貢がせぬぞ、などと信じられていたとしても、民衆は幕藩制とは異なる社会秩序を構想しているのではなかった。百姓一揆が幕藩体制に代わる世界図を持っていないとしても放棄が続き、放棄の渦中で発揮された活動性が日常的な訓練や生活態度で定着し、願望が日常の要求として定着していくなら、新たな精神史的条件が生まれたはずである。
民衆闘争の高揚が民衆の情熱的な自己変革過程を伴い、新たな人間類型の形成過程に他ならなかったことは、多くの証言が語るところである。だが、百姓一揆における集団的高揚は、数日程度の期間しか持続しなかった。蜂起した民衆の威力に慌てふためいた幕藩権力が、農民の要求の主要な部分を承認すると伝えると、農民は集団を解体して起訴する場合が多かった。このような約束は後で保護にされる場合が多かったから、農民たちは応援などの形式の整った文書により約束を要求する場合もあったが、善玉の奉行などが登場して農民の要求を認めると伝えると、たちまち解体することも多かった。多くの百姓一揆は、一揆勢の要求を受け入れるという契機がなければ、容易に鎮定されがたいものだった。多くの場合、ある部分が受け入れられ、幕藩や藩の鎮圧隊によって比較的容易に鎮圧された。鉄砲などで威嚇されると民衆はかえって激高したこと、しかし実際に武器が使用されると敗走し、一揆勢が解体したことをよく伝われる。このような解体の仕方は一般的に見られたことで、人々は個人として何らかの組織としても踏みとどまることができなかったし、そこに逃げ込んで戦いを再建するための根拠地も持っていなかった。百姓一揆の場合、人々が逃げ帰るのは自分の村であって、両側に囲まれた根拠地や城壁でなかったこと、日常的には幕藩政治社会の体系の一環であったことに留意する必要がある。一揆が勝利して一揆の家長での高揚がその後の地域社会に持ち越される場合もあったが、そうした場合にも幕藩権力の抑圧的支配が復活してきて、農民の方が下方の者のささやきを恐れるようになるのであった。庄屋名主層が大規模な百姓一揆に参加することは一般的にはなかったと考えてよい。彼らが一揆を差し止めようとしたことは、資料が伝えているし、村人を差し止めた庄屋などが後に領主の表彰を受けることも少なくなかった。彼らが自分の家を打ち壊されても村人を一揆に参加させない、一揆を共謀しないと決めることが一揆の終焉の大きな契機となり得た。明和元年の伝馬騒動では、名主の寄り合いが自分たちの家を打ち壊されることを恐れて一揆の動員強制に応じたから、一揆が合成になったとして、以後、ずらずらの家を差し出し物にして、支配の百姓を差し出しと申し合わせた。天明6年末の福山藩の一揆でも、寺社奉行の命令で、庄屋たちが打ち壊されても酒食は出さぬ。村民からは一揆に加わらないことを誓わせて、陰形を取るという態度に出て、一揆の終焉に重要な役割を果たした。伝馬騒動においては、農民たちの最大の憎しみの的であった川田谷村神左衛門が、桶川、甲野津あたりのあぶれ者ども1600、700人を集め、屋根の上に薪、石、灰などを積み上げて一揆勢を防ぎ、7、80人刀を抜き出て内で切り出し、一揆側は死者134人、手負い780人、生け捕り7人を残して敗走したとされること、慶応2年の武蔵の米沖市一揆も豪農たちの自衛軍によって鎮圧されたことは、この二つの一揆は近世の最大の一揆であるだけに、とりわけ注意すべきである。人を殺し、殺傷するための武器を持たない一揆勢は、こうした組織された暴力にはよく対抗することができなかった。百姓一揆は農民たちにとって共同性の世界の内部において、自明の悪を除去する行為であり、自明の正当性を持つものだったが、その上にまた、農民戦争ではなかった。むき出しの軍事力が一揆勢に向けられる場合、鎌や桑などの農具を持った村の農民の集まりであり、軍事組織ではない一揆勢がたちまち敗走せざるを得なかった。武器を持たなかったこと、少なくとも組織的にはそうであったことは、民衆の精神的伝統としては少しも不名誉なことではなかろう。
しかし組織された軍事力、とりわけ鉄砲を伴うそうした軍事力に長い期間にわたって対抗することは、百姓一揆にはほとんど不可能なことであり、したがって放棄した集団の高揚も数日を出ずして、こうした軍事力によって抑圧されたる大勢、正確なものであった。農民世界が、農民闘争が村共同体を基盤にして組織されるという事実そのものは、封建社会の農民闘争についての普遍的史実であったろう。中国でも明末以来の農耕農民戦争では、村を単位として結集し、連合組織を作って戦ったという。だが一般農民が村を単位として組織されるにしても、闘争が特定の根拠地を持つとか、根拠地の周辺には平常でも権力支配が十分に浸透していないとか、さまざまな異端的宗教結社のような秘密組織が存在しているとか、貴族が日頃から大きな勢力を持つ辺境地帯があって、農民闘争の震源地になりやすいというような条件があれば、その民族の農民闘争は有利な条件を持ったことになろう。このような諸条件があれば、闘争を準備するのに好都合だし、敗北しても逃げ帰って再起を図るとか、ひとまず権力支配の脆弱な辺境支配や山岳地帯に退却するなどという戦術的駆け引きも可能であり、闘争の指導者を権力の追求から守ることもできるだろう。このような諸条件の中で闘争がより持続的、より組織的に行われるようになれば、戦術的にも政治的にも著しい発展が見られ、農民戦闘争に対応する固有の世界観も必ずある体系性を持つようになっていくだろう。だが、幕藩政下の百姓一揆には、右のような諸条件は欠如していた。一揆は幕藩政支配の下にある村で準備され、そのような村を単位として動員され、組織された。一揆が敗北すると、村へ帰った農民は、一揆の集団を解体した幕藩政的村共同体の住民である。幕藩政下の村も、農民たちの生産と生活のための共同体であるという限りでは、支配階級に対する対抗性を秘めてはいたのだが、明確な形を成したものへと持続的に発展するということの著しく困難な場であったろう。そうした事情のために多くの百姓一揆は、初めのうちは彼らに左翼をもたらした悪人を除去することに驚くべき活動性を発揮するのではあるが、特定の悪役が除去されると、既成の幕藩政支配を受容し、他方ではその活動性の大部分をしばしば王子的満足の中に浪費して終焉したのだと言えよう。